こんにちは、Bレジェンドの辻本です。今日は背中に効かせるワンハンドローイングの解説をさせていただきます。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。ワンハンドローイング、皆さんもされたことあると思うんですけれども、背中のフリーウェイトの中ではですね、すごくメジャーな種目だと思います。このワンハンドローイングも、様々やり方があります。体の角度であったりとか、背中の、どこを鍛えるかによっても様々方法あるんですけれども、今日は背中の中でも広背筋に効かせる基本的なフォームを解説させていただきたいと思います。でワンハンドローイングの、メリットっていうのは、ダンベルとこういうベンチ台があれば誰でもですね、手軽に行えるっていうところは一つメリットかなと思います。ご自宅でも体を支える、椅子とかテーブルで、あとダンベルさえあればですね、行える種目になっています。また初心者の方でもこの広背筋、背中を鍛えやすい種目になりますので、そういったところはワンハンドローイングのメリットかなと思います。その他はですね、この広背筋に対してのストレッチ刺激っていうのを入れやすい種目になりますので、そのあたりも実際にやりながら解説できればと思います。それではですね、実際に行っていきたいと思います。まずですね、ワンハンドドリングなんで、片方ずつ行ってはいくんですけれども、ベンチ台に、片方手をついてですね、膝をついて、体ができるだけまっすぐになる姿勢をとります。ここで背中が丸まってしまったりですね、しないようにだけ頭からお尻までですね、しっかりまっすぐ姿勢をとると。で、ダンベルを握っていただいたら、ここからダンベル下からですね、上に引き上げる動きなんですけれども、下から上にグッと引き上げていきます。何回か繰り返します。下から上にこれが基本的なフォームになります。注意点なんですけれども、引き上げるときに肘から曲げて重りを持ち上げてしまう、これは割と初心者の方にある動きだと思います。こうすると、背中の筋肉ではなくて上腕の筋肉で重りを持ち上げている形になるので、背中への刺激は少なくなってしまいます。ですので、コツとして意識するのは、肘をですね、後ろに引くようなイメージを持って重りを持ち上げていきます。ですので、少し後ろの方向ですね、肘から上げていって、そのままもう少し上まで引き上げるっていう、こういうふうな形で行っていくと、より広背筋を刺激しやすくなります。上げる時の意識のポイントなんですけれども、この広背筋のですね、作用として、肩関節をこう伸展させる動きですね、後ろに持っていく動きで働きますので、引き上げる時も肩からこう後ろにですね、グッと引き上げるようなイメージを持っていくと、広背筋を意識しやすくなります。冒頭でもお話しさせていただいた通り、ストレッチの刺激に関して、ダンベルが下にある状態で、ここで広背筋にストレッチ伸びている状態になります。で、ここでですね、力を抜いてしまうと広背筋に対してはストレッチ抜けてしまうんですけれども、ポイントとしては、少しですね、ダンベルを持ち上げた状態で、ただダンベルは遠くに下の方から引き上げてくる、ここで力を抜き切らず引き上げてくると、こういうふうに持っていくと、広背筋のストレッチっていうのも感じやすくなるので、試していただければと思います。よくある注意点として、動作と同様で、体がですね、こう開いてしまうと広背筋に対しての収縮されにくいので、必ず体はまっすぐな状態で、胸を張る程度にして引き上げてくるっていうところを意識していただければと思います。ワンハンドローイングのバリエーションとして、角度をつけた状態ですね、例えばインクラインベンチであれば、
少しベンチ台をですね高く設定していただくことで、まあ、体が床と平行ぐらいになっている状態から、まあ、45度ぐらいですね、本当にインクラインベンチの形で姿勢を取ることによって、まあ、背中にかかってくる負荷っていうのは変わってきます。こうすると、まあ、より、まあ、重たい重りにも対応できやすくなるのと、まあ、初心者の方であればこう肘を後ろに引いていくイメージを持たせるためには、まあ、こういう形で少し体をですね立てていただいて、で後ろに引くようなこの感覚を、まあ、持っていただくために、まあ、あえて体を起こしていただいて、まあ、行っていただいてもいいかと思いますので取り入れてみてください。今日はワンハンドローイングの解説動画になります。ワンハンドローイング一つにしてもですね、もう様々本当に方法がありますので、まあ、ぜひこの背中の刺激っていうのを感じながらですね、それぞれ試していただければと思います。今日の動画が参考になったという方は、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。Be Legendの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。また、Be Legendの公式サイトでも新商品やセールのご案内を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。